こんばんは、入山亜希子です。4月9日木曜日、入山亜希子のつれつれ日記。今日はいかがお過ごしでしたか？おかわりなく元気でいらっしゃいますか？入山亜希子は今朝早く自宅を出発し、テレビの収録を終えて帰ってまいりました。 BS テレ東7チャンネルの徳光和夫さんの名曲日本を、女の恋懺悔、歌わせていただきました。厳重な厳戒な体制の中で収録が行われ、体温も測り6度2分ということで、元気にスタジオに入り、歌を終えてこうして帰ってまいりました。今日も感染者の方の数が減りません。うつらない、うつさない、徹底してやらなければいけないと改めて感じているところです。今日の収録では、放送の回は違うんですけれども、前後に天童よしみさんの歌とお話と伺うことができました。歌の素晴らしさはもちろんですが、お人柄と、そして、歌手になる前から歌手になった時の気持ち、その後の今の気持ちまで、いろんなお話を聞くことができました。皆様も楽しみにご覧いただけると嬉しいです。もちろん入山亜希子の歌もお聴きください。それではまた元気に笑顔でお会いいたしましょう。おやすみなさい。